はいどうも、えーと。今回はですね、えー、和光堂っていうですね、会社の赤ちゃん食品かなんかにですね、えー、コオロギが入ってたっていう話が、えー、あったそうで、うん、今ですね、国がですね、国民にコオロギを食べさせようと躍起になってるんですね。で、えー、ベビーフードにですね、 えー、コオロギが入ってたっていうとですね、ああ、もうその頃から、あ、そうなんだ、みたいな感じの、印象を受けますね、ってことで。えー、なんかですね、コロコロ肉じゃがだか、だかなんかですね、そんな感じのに、入ってたそうで、はい、えー、どうなんだろう。 ま、ゴキブリとかよりはマシなような気がしますけど、コオロギが入りますかねみたいな。入るか野菜入れるのか野菜入れるけどコオロギ入るかなんかね、あ、もうその頃からコオロギ食べさせようとして、なんかすごい頑張ってて、お試しでちょっとコオロギ入れたらなんか、大サービスで入れたつもりなんだけど、 え、お気に召しませんでしたみたいな感じなのかなみたいなんですね。なんだろう、ビッグサイズのグーグーキッチン、ゴロゴロ肉じゃが。だそうで、これもですね、ひょっとしたらこう、スーパーみたいなのがいて、あの、これからあの、コオロギ食が流行るから、みたいなところでですね、あの、食品の中に、 入れるスパイみたいなですね、社員が働いてて入れちゃったとかですね。そんな可能性もひょっとしたらあるのかもしれないですけどはい、えー、購入した女性からですね、虫が入ってて、7ミリぐらいのコオロギだそうなんで、まあ結構ちっちゃい、ちっちゃいんだなっていう印象ですけど、まあ一般の方からするとですね、 あ、もうその頃からもう、コオロギを食べさせよう、コオロギを食べさせようみたいな感じで、頑張ってたのかなとかですね。えー、あれ、コオロギを入れると、あれ、成分的に、感じがいい成分になるのかなんかね、コオロギの、コオロギはですね、なんか栄養成分が結構、 豊富だからいいですよ、みたいな感じでですね。なんか、エビみたいな味がするとかですね。あのー、まあ、ゴキブリが入るよりはですね、いいですけど、あれ、どういう、どういう流れでコオロギが入ったのみたいな感じで、やっぱり、思っちゃいますわね。 でも、普通に、普通に考えると、あの、あ、その頃からコオロギを食べさせる流れがあったんだね、みたいな。で、えー、なんかね、ニュース記事みたいなのをちょろちょろっと見ようかなと思ったんですけど、ないですね。ちょっとよくわかんないですけどね。えー、一応ニュースにはなってるんですけど、今ですね、もうほんとすごいですよ。あの、 卵なんか食べれなくなりますよ。で、鶏もですね、ものすごい殺処分で、豚も、なんか、な、ちょっとね、あんまり詳しくないですけど、殺処分もしてて、牛もですね、えー、殺処分。で、えっと、牛乳はどんどんですね、捨てられて、あ、何これ。 ペヤングになんか入ってたって。ちょっと見てきますか。はい、えー、これはですね、ペヤングなんですけど、えー、この、見てる人はですね、ゴキブリなんじゃないかって、言ってるんですけど、これもコオロギなのかもしれないですね。あれ、コオロギギャグみたいなのが、食品関係の会社で流行ってるのかな で、今ですね、国民がこう、騒いじゃってるんで、あの、なん,なんですかね、普通の食品をけ、あの、捨ててですね、コオロギを食べそうとや、焼きになってるのがバレちゃってるんで、あれこれもコオロギなのかもしれなくて、あれ、食品関係のと会社でですね、あの、食品の中にコオロギをわざと混ぜてですね、 出荷して食べさせるっていう流れがひょっとしたら流行ってたのかもしれないな。とかちょっと思いますけどね。だけどもなんだかエビみたいな味がするとかですね。 なんかや、やってるんですけど。えぇ、ー。これ多分コオロギ書いてあると思うんですけど、私ゴキブリに見えるんですけど。はい、えぇ、ー。ベビーフード、赤ちゃん食品もですね、離乳食か。離乳食もですね。えぇ、ー。なかなか難しいよってことで。コオロギドレッシングを食べてみた。何これ片つぶりドレッシングを食べてみたな。 どうなんだろうあんまりそんなにですね、頑張って食べたくないですけど、多分ね、国はあの、追い込んでますよ。あの、卵、あの、10個入りがですね、500円突破しましたのがですね、来るんじゃないかとですね、ちょこっとだけ思うんですけど、どう、どうですかね、誰を、誰がですね、あの、コオロギでこう、 国民にコオロギを食べさせようとですね、頑張ってるのか、その辺もですね、なんかわかんないらしくてですね。謎が謎を呼ぶコオロギですけど。はい、えー、まあ、8年ぐらい前ですけどね。いこコぞうさんの方で、えーえー、コオロギをみんな、みんな赤ちゃんもコオロギ食べてね、みたいな感じでですね、えー、入れて出荷してたみたいだよってことで。ぽいよってことで。はい、今回以上です。